はい、どうも。今回ですね、激辛サンドイッチを作ろうのクリア方法を紹介します。で、まずはこの赤松に話をかけて早速始めていきます。で、まず最初にこのすぐ右にいるこの女性に買ってポテトサラダをゲットします。で、戦闘シーンは省略します。で、ポテトサラダをゲットしたら、この後ろにいるこの男性に買ってハラペーニョをゲットします。で、この人に買ったら次はこっちに行きます。で、この人に買ってマヨネーズをゲットします。で、次はすぐ左に行きます。この人にポテトサラダをあげて3つの食材をゲットします。で、次はこっちに行きます。で、この人にマヨネーズを見せます。で、この人からチリソースをもらいます。で、最後にあの3人組のところに行って、まずはこの人からマスタードをもらいます。で、次はハラペーニョをもらいます。で、この人から焼きチョリソーですね。で、これで料理をしに行きます。で、ハラペーニョ2つと玉ねぎスライス、焼きチョリソーで、これマヨネーズいるかわかんないんですけど、マヨネーズ一応入れときます。で、ピックを立てて終わりですね。で、これで、激辛サンドイッチを作ろうをクリアすることができます。で、一応作ってクリアできるかちょっと見てみます。はい、四天王チャレンジ激辛サンドイッチを作ろうクリアできました。というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。